J-20 チェンドゥ J-20 J-20 は中国航空工業集団講師が中国人民解放軍空軍のために開発した総発ステルス制空戦闘機。アジアで最初に運用された第5世代ジェット戦闘機に分類される戦闘機である。中国語では1000-20または戦撃20型と呼び欧米メディアでは チェンドゥジェイ -20 とも表記される。戦撃の発音はジエンジーに近い。チェンドゥはテスト飛行場を所有する生徒引き工業講師、または所在地の視線省生徒が由来。1000-20という名称はメディア報道によるもので、正式名称は当時不明であった。2016年10月28日。 中国人民解放軍空軍の公式メディア空軍発布が中国の新郎美白で初めて1000-20飛行機という名称を使い1000-20という表記は正式名称として定着した開発時のコードネームを昆ーとする報道もあるが実際のコードネームは昆法ではなく遺留である昆ーは 中国の大型輸送機 Y-20 のコードネームである。正式な愛称ではないが、J-20 を含む JXX として開発された機体のいくつかは、中国の軍事マニアからは、糸イと呼ばれている。これは、第5世代機の中国での呼び方である4大機の4台と糸イの発音が類似することと、これらの機体の胴体が薄く平らな印象を与える。 ことに由来している。J-20 は1990年代にコードネーム JAXX として開発されたステルス機の一つで第5世代とされる。2001及び2002と呼ばれる2つの原型機が2010年末までに製作された。生徒市の生徒引き工業、こうしてスト飛行場敷地内で飛行を伴わない。 地上走行が確認されたとされ、また、その用紙は2010年末に非公式の軍事関連のウェブサイトに J-20 のものと思われる画像が掲載されたことで明らかになった。2011年1月11日に初飛行に成功したと公表され、赤い星に金の縁取りの国籍マークがある全面黒色の電波吸収塗装のこの一号機は機種の番号から 2001号機と呼ばれた。2012年には二つ目の原型機、2002号機も初飛行が報じられた。中国空軍主脳は2009年時点において、中国発のステルス戦闘機が間もなくテスト飛行の段階に入ると述べており、その8から10年後に配備されるであろうとしていた。2011年1月23日に1999年の コソボ紛争で撃墜された F-117 の残骸から得られたステルスの技術情報が J-20 といったステルス機などに使用されたと紛争当時のクロアチア陸軍参謀総長だったドマロソが主張したことを各国メディアは報じ25日に中国の環球時報はこれに反論したまたアメリカ国防総省のジェフモレル報道官も同年1月26日の 会見で加熱気味な脅威論に懐疑的な見方を示し F-117 の技術を投与したとする報道にも否定的な見解を示した。F-35 や B-2 などステルス機の開発データを標的に設計者のノシル・ゴアディアラのスパイ行為や中国のハッカーがサイバー攻撃していることがたびたび指摘されているが関連性は現時点で不明である。 2016年11月1日、関東省司会で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初公開。2機によるデモンストレーション飛行も公開された。J-20 はアクティブ電子操作、アレイレーダーを搭載しており、J-20 のアエサレーダーは約2000から2200個の送受信モジュールを備え、出力電力は 24kW に達する。 送受信モジュール数及び、出力電力の大きさは、F、F-22 が搭載している案、エペジー -77 を上回っているため、J-20 が搭載しているアエサレーダーは、案、エペジー -77 より、探知距離が長いと推測されている。また、J-20 は F-35 の案、奥 -37 へを出ずに告示した。 分散開口システムを採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えている。機種仮面には F-35 と同じくイエッツも備えているが、空対空目標の補足、照準に比重を置いていると指摘されている。中国中央電子台は2017年3月9日、空軍に実戦配備されたと伝え、9月28日には国防部の収益を発表した。 2018年9月6日、中央日報は、J、J-20 が今年末にも、量産体制に入る見込みだと報じた。また、9月9日には、レコードチャイナは、J、J-20 が年間40機生産される、可能性があると報じている。J-20、J-20 とされる、限定機は、ロシアスホイノス -57 や、 アメリカロッキード・マーティンの F-22 ラプターより一回り大きく見え、エンジンはロシア提供によるサトゥールン117エスターボファンエンジン2機を搭載している可能性を欧米メディアは伝えている。しかし写真を見る限り排気ノッズルには水力変更機構は付けられていない。戦闘機年間二千十三から二千十四によるとエンジンは試作初号機では サトゥルン 117S ターボファンエンジンが使われているとみられる。また、中国では、戦撃二重型用の新ターボファンエンジン WS-10G を開発しており、試作2号機にはそのエンジンが付けられているという。アビエーションウィークスペーステクノロジーにて、航空専門家のビル・スイートマンによると、2機の原型機は排気ノズルの形状の違いから、 一つは AL、AL-31F でもう一つは、中国製の WS-10A だという。機種の断面は、F、F-22 に似たひし形に近い形状だが、エアインテークの形状は、F、F-22 と違い、F-35 のように DSI を採用している。DSI はアメリカが1996年に、 F-16 を改造してテストした技術であり、後に F-35 に採用されたものであるが、最初に量産された機体は、中国とパキスタンが共同開発した FC-1 である。その後中国では J-10B や回収された JL-9 と、次々新型機に採用されており、近年の中国機の特徴の一つとなっている。DSI は、 ステルス性に優れているが、実際に採用した F-35 や FC-1 の最高速度が M1.7 と M1.8 だったこともあり、高速時のエンジン効率が下がると言われている。しかし、F-16 のテスト機で試験した時、旧式のダイバーター方式を採用した、通常の F-16 と同じ最高速度、M2.0 を達成し、 通常の機体と同じ飛行性能を発揮しており、実際にどれほど飛行性能や速度に影響があるかは不明である。J-20 は、翼は、カナードと公園に緩い全身角を持つデルタ翼に、近い主翼を組み合わせた、クロースカップルドデルタ翼を採用している。台風や、ラファールなど、欧州機によく見られる形式であり、 中国機でも J-10 が用いているが、実用化した機体の多くは、単垂直尾翼で、外側に傾斜した小さめの総垂直尾翼及び、ベントラルフィンとの組み合わせは、ミコヤンの試作した1.44に近い。また、ステルス性のために、垂直尾翼及びベントラルフィンの傾斜は、胴体側面の角度と等しくなっている。カナードと垂直尾翼は、全誘導式であり、 垂直尾翼は90度近くまで作動することから F-23 の尾翼と同様にエアブレーキの機能を持つとみられる。J-20 のレーダー反射断面積は F-117 と同程度と推測されている。第5世代機では世界初となる複座型が製作され、追加された乗員はロイヤルウィングマンの管理等を行うと推測されている。 情報源2001号機の初飛行が報じられてから4ヶ月余り後の2011年5月に、香港の模型メーカードラゴンモデルズから1、144スケールのプラモデルが発売された。細部の省略が可能な小型モデルとはいえ、ネット上に、地上テストの映像がリークされてからでもほぼ5ヶ月という、短期間で、射出成形キットが発売されるのは極めて異例であり、メーカーは、 メディアの公開以前からキット開発をスタートしたとしている。キットの形状は公開されている写真と大きな相違はなく、胴体仮面には写真ではかすかにしか確認できない。ウェポンベイが筋彫りで表現されている。キットの大きさは長さが、ピトー感を含まずに153が、mm、ミリメートル、幅が93ミリメートルほどで、 144倍すると、それぞれ22.0メートル、13.4メートルとなる。ありがとうございます。